ヒューストの動画です。はい、新色追加とかね、今しか買えない限定色とかっていうね、ワードで販売をしますと、まあ、結構皆様がね、そそのかされて買っちゃったりとかっていうのがあるんですけれども、まあ、結構その、電動工具でそれをやるとね、叩かれることが多々ございます。まあ、高額だからっていうのもあるんですけれども、買っちゃったじゃねえか、この野郎と。ふざけんなと。結構ね、強めの圧で言われることがあるんですけれども、消耗品というか、まあ、基本的にはどうだろうか、1万円しないようなもの、だと、まあ、結構この色替えっていうものはですね、喜ばれることがありまして、まあ、ここ最近出たですね、あ、この色替えいいねって思ったやつをちょっとね、パパパッとまとめて紹介しようかなという動画でございます。はい、というわけでじゃあ、行ってみましょう。はい、ちょっと机が黒くて見づらかったんで、はい、黄色くしてみました。はい。ブラックボードヤスリという、まあ、45幅のボードヤスリなんですけれども、この感じ。結構かっこよくないですか？車とかでも、採用されているカチオン塗装っていうものを採用してます。錆に強くですね、まあ、こうやってギザギザが、命だと思うんですけれども、ムラのない、綺麗な塗装ができるっていうのがこのカチオン塗装のいいところですね。まあ、ちょっとその白いボード削るのに黒ってとかっていうツッコミも来そうなもんですけれども、まあ、これね、今までシルバーしかなかったんで、あ、この黒結構いいじゃんと思って弊社で、仕入れさせていただきました。オンラインストア並べましたので、チェックしてみてください。よろしくお願いします。はい。じゃあ次行ってみましょう。はい。こちら皆さんご存知でしょうか？はい。ナイスのセパレーターガイドってやつなんですけど、これよく見るやつですね。これがですね、一応クロームメッキっていう、色になりますが、ここに、新色一気に追加。はい。ガンメタ。ちょっと待ってください。結局机が黒くて分かりにくいな。で、つや消しの黒。はい、ゴールド。はい、ブロンズってことで。はい、この4色がですね、追加されました。で、今見ていただいているのが小っていうサイズになるんですけれども、これの、大というサイズですね。はい、この長さのものっていうのも、4色追加してますので、これ合わせてオンラインストアチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。トビさんとか、まあ、電工屋さんだとね、結構こういったカラフルアイテムっていうのが最近多く見るなって感じなんですけれども、片枠大工さんのこういう、なんですか、カラフル展開って結構珍しいなと思いまして、まあ、こういうね、アイテムが増えていくと、今後も盛り上がるんじゃないかなと思います。まあまあ、当たり前のね、売り文句になっちゃいますけれども、まあ他の職人さんともね、その自分の工具との識別に使うっていうのもいいと思いますし、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ最後の製品行ってみましょう。はい、これは見たことある人が多いかもしれない。まあ、田島というブランドなんでね、もう知ってるぜって方多いかな。田島さんがですね、ヘッドライトの限定色を3色発売してきました。赤、青、緑。なんですが、これ意外と知らないぜって方も多いと思うんでね、詳しく解説させていただきましょう。田島さん、いろんなシリーズを発売しているんですけれども、充電電池と乾電池、どっちも使えるぜ、ハイブリッドですよって言ってる ED タイプ。あとは、電池のですね、正面ヘッドライトがあって、ビローンってコードで伸びて、後頭部にこういう電池ボックスがあるタイプ。これの乾電池しか使えませんよっていうタイプで、FD タイプ。あとは、この前頭部のこのライトが非常に小型で、ここに電池をこう入れられるよっていうタイプがあるんですけど、それの MD タイプ。まあ、他にも色々あったりするんですけれども、この ED、FD、MD っていう3種類でそれぞれ3色出してるんで、厳密に言うと全部で9種類発売したという形になります。で、まあ、そのお店お店のね、ついてるユーザー層っていうのがいらっしゃると思うんで、まあ、おのおの売れるね、種類が違うと思うんですけれども、弊社だと圧倒的に ED タイプっていうのが売れてます。ED っていうのは充電電池と乾電池両方使えるぜっていうそのハイブリッドタイプってやつですね。で、弊社が手出したのはその ED タイプのこの3種類だけという形になりますので一応お気をつけください。で、500ルーメン、充電電池、付属してるんでむちゃくちゃ使いやすいですよ。価格もね、そんな高くなく、買えますよっていうんで一番人気の機種になります。で、ちょっとじゃあライトの説明をしようぜって話なんですけれども、ちょっとね、ややこしめの話になるんで、聞き流してもらっても OK。先ほど ED、FD、MD、3種類お話しさせてもらったんですけれども、はい、じゃあこれがですね、その、
うちで一番売れてる ED っていうタイプになるんですが、この ED っていうタイプの中にも3種類あるんですよ。はい、じゃあこのパッケージのやつですね、420って書いてあります。はい、じゃあこの420っていうタイプでしょ。で、あとは今開けちゃったけどこれか。はい、じゃあこれがこれ500って書いてある、はい、500ルーメンのタイプでしょ。で、もう一個似たパッケージで500っていうのがあるんですけれども、これはですね、ここにフラットビームとかってね、書いてありますけれども、その照らしたい正面のここだけを均一に照らそうぜっていうのがこのフラットライトモデルで、この真ん中のこれっていうのは真ん中ズドーンって照らして、まあ周りは結構広い範囲でこうボヤボヤと光ってますよっていう、まあ結構一般的なライトっていう感じですね。これをね、大型照射タイプって言います。だ、大型照射タイプの420、500でフラットライトモードっていうんで、これ3種類がこの ED タイプの中にもあるんですよ。あるんだけど、田島が今回限定色3色出したよっていうのは、これでもなくこれでもなく、この真ん中ズドンのタイプ、このタイプで3色をこう揃えてきましたんで、要は田島の中の売れ筋がこの真ん中のタイプだったよってことですね。最大の500ルーメンモードで8時間で、1つ落として250ルーメンモードで12時間、一番下の50ルーメンモードなら21時間使用ができると。で、欠点がね、欠点って言い方をね、まあ売る前から言いたくないんですけれども、まあライトはこう OK ですね。で、これ付属している充電、専用の充電電池なんですけども、これをまあ後頭部にあるこの電池ボックス開けて、で、まあここに入れて、で、まあこう閉めると、まあこう使えますよっていう話になるんですけれども、この充電電池ですよ、まあここに乾電池入れてもいいハイブリッドボックスにはなってるんですけれども、まずここはね、 USB のマイクロ B のタイプになってます。ここがちょっと C ならいいのになって思ったのが1点目。あとは充電をするときに、この外から充電できない、いちいちこう抜いてこの裸の電池の状態にして充電してあげないといけないと、まあ、ここがちょっと面倒くせえなって思いました。まあ、とは言ってもですね、まあ、一番売れてるうちでね、弊社で一番売れてる、まあ、買いやすいモデルっていうのが、まあ、この3色展開になったのはちょっと嬉しいポイントだなというところでございます。はい、というわけで、ここまで、オンラインストア全て並べさせていただきましたので、チェックしてみてください。以上、秀司さんの動画でした。お付き合いありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。